よし。はい。ちょっと水取ってきていいですか？はい、水取りましょう。よし。あ、水あったわ。めちゃくちゃ足元に水あるし。はい。おはようございます。おはようございます。天気曇りですね。いや、そう、曇りなんですよ。曇りなんで、ちょっと今日はライトつけました。めっちゃいいやん。部屋が暗いんおで。しゃれ。おしゃれ。あー、うめえ、水。マジか。なんと、さよならも第5回を迎えましすごた。い。すいごや、いよ。すごいね。すごやいれよ。るね、意外と。やれるやれる。頑張ってる頑張ってる。いや、なんか、僕のチャンネルのなんだっけ、その再生数みたいなの見てたら、いや、僕、最初ほんと10回ぐらい再生されたらいいかなぐらいの気持ちでいたんですけど、意外と40回とか再生してもらってて、受ける。すごい。そう、ちょっと、マジで嬉しい。やってみるもんですね。そうなんですよ。だんだん上手くなるしね、我々も。最近なんかね、じわ伸びしてて、なんか、3日前ぐらいまで、全然二十何回とかだったのに、なんか、最近、じわ伸びじゃん。じわ伸びしましたね。すいや、ごい。まあ、でもまあ、再生数関係なく、喋りたいことを喋ればいいかなだと思んって。だん、喋り上手くなりたいんで。喋り上手くなりたい、了解。よいしょ。今日はです今回、ね、おしるすこさんがおしろすこ、話したいことが、おしろすこ話したいこと、マいっジでぱいあ何る人。も決めてない。いっぱいありませんでした っマけ？ジで何も決めてないんですよ、今日。なんと、なん5という。回目にして。何話そうかな。じゃあ、ちょっと、何にもノープランで話していきますね、今日は。OK。そういうのもあり。昨日、朝、なんだろう、後輩の子が人生に迷ってるっていう相談が来まして、朝1時間ぐらい、なんか、ズームで人生相談乗ってたんですよ。私、居合わせたんですけど、居合わせたってか、ちらっと見えたんですけど、すごい大画面に顔が映ってて、向こうもそう見られてるとは思ってないだろうな、っていう。32インチに、めちゃめちゃで32かイかっンた。チに表示して後輩の相談に乗ってたんですけど、後輩っつっても僕初めて会うんですけど、ちなみにすごい、ちなみに深刻な顔をしてました、深私刻が見たときは。で、なんかすごいいいなって思って、体験としておお。は、マジで話したことない、一回も話したことない人の人生相談を聞くっていう体験なんですけど、本当に、すごいね、それすね。ごいよね。それすごくすない？ごいよ。私、それやったことないもん。やったことないよね。ないない。いや、なんかやってみたんですよ。初めての試みで、おしろすこ史上の。そうで、ね。やってみたら、まあ結構、やっぱすごい面白くて、なんか、面白いんだ、なんか最初に聞いてた悩みとはどんどん話がずれていってみたいな感じだったんですよ。で、あ、最終的に君そこ悩んでんの？みたいな。そう。そこじゃん！みたいな。全てはそこに通じてるじゃんみたいな話とか、掘ったら出てきたりとかして、あとはなんか、その人が、なんか最初普通の人に見えても、なんかだんだんなんか、あれ？変だな、こいつ。みたいな。変だぞ、この人。みたいなところとかも出てきたりとかしなるて、ほど。そう、面白いなと思って。で、ちょっと昨日の、夜8時ぐらいにちょっと思い立って、ちょっと占い師始めますっていうツイートしたんですけど そう、で、毎週木曜日、11時に、おお、人生相談受け付けてるんで、よかったら皆さんすごい。応募してください。で、まあ誰でも OK です。で、まあ、そう、なんでそんな話をしたかというとですね、なんかその
マジで知らん人と話すみたいな体験って、まあ、昨日のを除くと自分の中で何が、うん、今までどこであったかっていうと、うんうん、飲み屋かなと思って、あ、いや思った思った飲み屋でたまたま近くにいた人とかね。あ、そう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 、あります。中田さん飲み屋ですごい、ね、周りの席にいた人の人生相談乗ったことあります？乗ったことはねないかも。なんか喋ってて、もしくはなんか勝手に人生相談させられるみたいな。あ、さこっちが、こっちが。そう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 、させられるみたいな、なんか、なんかないのじゃないけど、うん。なるほど。それもそれでなんかまた面白そうですね。そうね、そうね。なんか、いやいや、仕事があるってめちゃくちゃいいことだから、頑張って仕事みたいな。そういう めちゃくちゃ普通になるとか。いや、そうそうそう、そういうこと言われたな、普通のこと言うじゃん。思います。そうそう。いや、なんか、そう。うん、それで、その都会と都会と田舎みたいな、うん、都会論田舎論みたいなのあるじゃないですか。ある、超ある、超ある。田舎というか、その、まあ、郊外とかもっとその地方に住んでる人たちのこう距離感と、うん、都会で暮らしてる自分たちの距離感ってだいぶ感覚違うじゃないですか。ああ、全然違うね。なんか都会とかって、まあ、なんかよく言われますけど、うん、なんか、うん、あの電車、満員電車でめちゃくちゃ混んでる電車なんで、うん、なんかすごいめちゃくちゃ人と人の物理的距離近いじゃないですか、人口だと、はいはい、のに精神的距離は圧倒的に地方より遠いじゃないですか、うん、ああ、それはあるかもね。そう、だからめちゃくちゃ近くにいるはずなのに隣にいる人のこととか全く興味持たないじゃないですか。うんうんうん、ご近所付き合いとかないしね。そう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 だからそれあるなと思ってて、うん、で自分は東京生まれ東京育ちなんで、そういう感覚っていうのを、比較して地方と比較したりとかしたことがなかったんで、それが当たり前だと思ってたんですよ、ずっと。うん、なんかそのいざちょっと地方に、まあ、なんか例えば旅行行ったりとかした時にすごいこう村の中で距離感って近いじゃないですか、はい、めちゃくちゃご近所付き合いあるとか、あ、ほぼ知り合いみたいな、ほぼっていうか、そうそうそう、まあね、近いは近いかもね、うん、なんかすごいいいなとか思ったりとかして、うんうん、でなんかその感覚っていうのはなんか、うん、自分に今まで人生なかったんで、あー、なるほどなるほど、うん、すごいいいなって思ったんですよ、うん、なるほど。でなんか1年前、うん、おー、1年前嘘か、あ、1年前、うん、もう1年前、あ、いや1年ぐらいか、5月ぐらいかまで、あ、今年の5月ね、はい、うん、まで、あれなんですよ、あのシェアハウスをしてたんですよ。はいはいはい、待って、今年だっけ、あれ、え、今年だよ、今年だよ、今年だよ、今年ですよね、多分、うん、あ、そうだよね、中田さん知ってるもんね。そう、うんうん、シェアハウスしてて、でシェアハウスってまあなんかそのどっちかっていうとなんか感覚的には地方の感覚に近かったんですね、僕は割と。そういうシェアハウスだったんですね、距離感が近いみたいな。あ、そう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 、なんか友達同士だったんですけど割と、うんうん、4人で住んでたんですけど、うん、で4人多いな、4人です4人です、うん、でなんかそれすごいよかった、めちゃめちゃ生活楽しくてよかったんですよね、うんうん、でなんかその、まあ、シェアハウスし始めて1年か2年ぐらい経ったぐらい、なんか例えばなんか僕が2人前の彼女に振られた時に、うわ、うん朝午前3時ぐらいに家帰ってきて、うん、もう
そう、家帰ってきても起きててみんなでボードゲームすやるば。朝までみたいな、そうめっいうなんちゃかいい、めっちゃいいじゃん、それ。そう、そういうなんかそういう感じだったんですよ。でなるほど。いやなんかいいなと思って、で僕ちょっとその辺りから人生の目標の一つに、まあ、中田さんには話したことありますけど、村を作るっていうのが追加されたんですよね。それめっちゃ面白いよね、村を作る。そう、村を作りてえみたいな、俺は村を作りてえんだわってなったんですよ。なんか知んないけど。っていうのも、いやなんかそれがなんとなく村って名前がついてるだけで、まだ呼称として、ね、本当に村然とした村、いわゆる畑仕事してみたいな、そういう村かっていうと、まあ微妙だなと、まだそのなんかしっくりは来てないんですけど、それでまあ、なんとなく漠然とその村を作りたいっていうのがずっとあったんですよね。なんか集団的なニュアンスですか？どういうニュアンスの村なんですか？物理的な村ってよりも、なんか精神的な感じなのかなと思っどったんでちすもけあるなと思ってて、でちょっとど。そのおお、なる話ほをしど。ますね。なんかおお、はい。新エヴァンゲリオンあるじゃないですか。あ、深夜はね。新エヴァン泣いゲリオンた。を見たときに、あんのやっとるってなったんですよ。やっとる。そう、あ第ん三の東やっ京と村るが？ぞと。そう、第三東京村。第三新東京村って、村じゃんと思って。ああ、そう、はい。めちゃくちゃ村だったんですよ、なんかあれが。まあ、ちょっとね、でも、いろいろあった末の村だからまあ、ね、いろいなんろあったか。末のゲットみたいな、こうなんか疎開地みたいそうなだ感じね、のそう村だですね。よね。で、追いやられての村ですよね。そうそう。だね、え、だから、その追いやられてっていう必然性はあったんですけど、でも、いや、あそこで村になってる意味ってすごいあると思ってて、僕は。おお、っていうのも、新エヴァの第三新東京市って、これもまたその東京首都がなんかあれになっちゃっ箱根たんのです方よ。だったからね。そう。で、東京がなくなっちゃって、箱根が代わりの首都の機能を持ってるみたいな感じじゃないですか、あれって。で、そうは言っても、景観とか、感覚的には都会の感覚に近いと思ってて、あれ。あ、いや、もう結構都会でしたよね。描かれてる、そうそうなんそすかうそう。ね、都市としては。で、美里さんとかが住んでるアパートとかも、なんめっか、ちゃ、確かにめっちゃ、そう、なんか団地感東す京ごかっの、たけそう、ど。団地みたいな感じじゃないですか、あれ。で、なんかその新劇場版になっても、なんか割とその 結構都会的な人付き合いの仕方みたいな感じだなって思ってたんですよ。ドライだったよそう。ね。シンジ君とかもね、なんか。そこで、新エヴァが村になったんですよね。で、なるほど。場所、その、なんて言ったらいいんですかね。その、人と人の距離感みたいなものとか、あと、綾波のまあ、これちょっとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、見てない人はまだ、もしいたら、あれなんですけど、まあ、綾波の、まあ、黒波って言われてましたけど、その黒黒い、波のそね、う、黒波さんいたじゃないですか。黒波感さんの、動。ポカポカしてる感ポじ、カポカね、そう、あれマジで村だと思うんですよ、なんか。で、農作業でね、なんそうかそうそうこう、そうそう。心というか、彼女らしさというかね、なんか、彼女になっていくみたいなところでまあしたね。人間性の回復みたいな感じですかね、あそこ。そうですね。そうで なんかもしかしたらこれかもみたいになったんですよ。ああ、なる新ほエヴど。ァンゲリオン見て、あ、なるほど。あるあるある、これあると思って、これこれこれここれれみがたいやな、りたいんこじれゃ、こみれたいこな。れみたいな、そうなったんですよ。で、ああいいなーってなって、めちゃめちゃ、なるほど。庵野さんちょっと考えてること参考になるというか、なんか近いかもとかさえ思っちゃって、いなんや、か恐れ多いんですさ、よ。あとさ、すごいよね。なんかめちゃそくちゃそういう村の写真撮ったり、村っていうかね、う、そう、畑のな写ん真撮ったで、りとかしてたいやなんし。かすごい、もしかしたら考察とか、もしかしたら本人のコメントとか上がってるかもしれないですけど、なんで村にしたんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいなって思ったりとかしますけど。そう。市じゃなくてみたいそうな？そうわかそんないけうそうそう。ど。なんか、なんか言ってなかったっけ？あ、言ってました？
わかんない。NHK のさ、特集で、言ってたような、言ってなかったような。あ、マジっすか？ちょっと見直してみようか言ってなかったらすいません。なんかでもね、意味はあるっぽいですよ。な。あ、そうなんですね。いや、なんか、う絶対意味はあるだろうなと思うんですけど、あの人のん。ことなんで。いや、なんかそれうん。うん。で、あ、これ一つ村だなって思って。で、あと最近ちょっとまた違う作品になるんですけど、ネットフリックスの今流行ってる「アーケイン」っていうアニメがあって、その「アーケイン」は、まあ、リーグ・オブ・レジェンズっていうゲームを下敷きにした世界観のアニメなんですよ。で その中にも村が出てくるんですよ。まあ、エコーっていう少年が、そうなんだ。そうです。まあ、なんかすっごいざっくり言うと、地上都市と地下都市みたいなのがあって、その地下都市にこうなんか薬物みたいなのが出回っちゃうんですよ。で、その薬物から逃れるための、ゲットみたいな感じで、その大きな木、もうマジででかい、そう、ユグドラシルかなみたいな、おお、そのなるほでっどね。かい木に穴開けてこう生活してるみたいな、やべえ、そう、すげえな。みたいなかっこいい、かっ村がこ出いい。てくるんですよ。疎開地としての村が、みたいな。で、すごい大事なことは、そのエコーっていう少年が その一人でってことはないか、まあ、その陣頭指揮を取って、その村を故意に作ってるっていうところがあって。オーガナイズしてんのね。で、そこではやっぱその他の地下都市とか、外の地下都市とか地上都市とかに比べて、やっぱ、まあ、ウェットというか、比較的ウェットなコミュニケーションが取られてるみたいな感じだったんですよ。で、ま、なんだろう、守り合ってるみたいな感じですかね。お互いを。そう。で、それも、あ、これも、これこれってなって、なるほどね。これこれこれってなったんですよね。で、いや、なんかやっぱり自分が、別に僕パートナーとかいないんで、何言ってるんだかって感じなんですけど、自分が子供生まれますってなった時に、僕一人で育てられる自信がないんですよ、全く。ああ、それはないない。そう。みんなないで、よ。仮にパートナーも一緒に育ててくれるってなったとしても、育てられる自信がないんですよ。ああ、まあ、子育ては大変だからね。そなんか、聞いてるだけでも、すう。そう。ごい大変そう。だから、いや、なんか、なんだろう、そのいろんな年齢の人がその同じ同一のコミュニティでいるっていう状態がすごい重要だなってめっちゃ思ってて、でそれがまあ一つのなんか村の定義になるのかな気がしてたんですよね。あとはまあ単純に、なるほど、なるほど。そう、単純にまあ家族とかって、これあれなんですけど、家族って、もちろんいろんな定義があると思うんですけど、まあ、とりあえず血縁が近い家族みたいな人たちで、なんていうんですかね、その、まあ、合理性とかを一旦置いといて、助けてくれるじゃないですか。例えば、まあ、多そうくのね。場合は。家族だからっていうのがそね。う、親とかだったら助けてくれることが多いじゃないですか。で いや、なんかそれってその血縁がなかったりとか家族じゃなくてもありえるだろうって思ってて、そうね。遅延とかもあるからね。最近薄くなっちゃったけど。それがなんか実現できるのも村かもみたいに最近思ってて、なるほど、なるほど。全く知らん他人でも、こいつのことを大事にしようみたいなふうに思えるみたいな みたいなのが大事なんじゃないかな思ってて、で、ほんでですよ。ほんほで、い。なほんんか最で。近僕の中で村性のあるもう一個のものがあって それ何かっていうと、何を隠そう、僕が運営してるディスコードサーバーがあって、ゲーム向けの、ゲーム用の そのゲーム用のディスコードサーバーは、
もともと僕が始めたものなんですけど、今150人ぐらい登録があって。めっちゃ多いな、すごいね。で、デイリーユーザーで、まあ、大体10人から15人ぐらい。おお、うんうん。すごいね。うん。てるみたいな感じなんですよ、多分。うん。VC、ボイスチャットに入ってるのが多分10人ぐらいかな。とか。うんうん。まあ、平均したら。うん。で、なんかそこは、すごい、まあ、ゲームでランダムにマッチした人をナンパして、うん、引き入れる。え、そうなの、うん、そうなんですよ。なんですよ。なんで、コスタリカからこんにちは。コスタリカからどうも。すごいコスタリカ、こんにちは。どうしてこの配信を見ているのか全くわからないけど、こんにちは。コスタリカすごいな。コスタリカからこんにちはすごいね。なんでコスタリカからこんにちはってちゃんと日本語で書けるんだろう、コスタリカの人が。すごい。中央アメリカ。そうですね。メキシコの下の方。バモス。それで。バモス、あ、そっか、うん。それで、なんだっけ。なんだ。あ、そう、どこまで話したっけ。あ、そのサーバーは150人ぐらい登録があるんですけど。うん。うん、いやなんか、やっやってることちょっと村に近いなってちょっと思ってて、うんうん、んだろう、そのマジで知らん他人なんですよ、もともと。まあ顔も知らないよね、ナンパされた者同士だから。そうそう、ほとんどは顔知らないで、うん、それがなんか毎日なんかこう溜まってる状態なんですよ、今。夜入ると、うんうん、まあ、大体雑談っていうチャンネルがあって、そこになんか人が溜まってるみたいな、うん、でゲームしてる人はゲームのチャンネルに溜まってるみたいな、溜まってる感じが、うん、はいはい、村っぽさあって、めっちゃ、うん、なんかその何か目的を持って集まってるんじゃないんですよね。なんかこうとりあえず放課後行こうぜみたいな、放課後、はいはい、そう、放課後クラブ行こうぜみたいな、なんかそんな感じで、うんうん、放課後物質たまろうぜみたいな、うん、な感じで来てるのかなと思ってて、うんうん、まあ、ほとんど仕事なんですけど、仕事した後みたいな感じなんですけど、ほとんどの人は、うん、うんうん、なんかこれもちょっと精神的には村に、うん、確かにね。来年東北大学に留学する、期待してる。マジマジマジすげえ、頑張れ、超頑張ってください。おめでとうございます。コロナ明けるといいですね。コロナ明けるといいね、本当に。うん。すごい。ぜひぜひ。いいな、東北大。頑張れ。頑張れ。頑張。東北大いいっすよね。東北大、一回だけ行ってます。うん。あ、そうなんだ、うん。結構山の上にある。そう、山の上にある、めっちゃ。で、坂が多い。うん。意外と宮城、仙台、坂多いですよね。そう。で、なんかすごい。まあでもなんかよくその家独身のなんか人間がなんか猫飼ったら婚期逃すみたいな話あるじゃないですか。うん、あ、言うね。そう。うん。なんか僕はるかにやばいことしてるかもってちょっと最近思えてきて。あ、そうか。全然。村長やってるから。そうそうそう。全然寂しくないぞみたいな。ああ、でもさ、それって寂しいから結婚するみたいな。のなんですかね、そもそも。それはあるんじゃないですか、寂しいから恋愛みたいな。まあ、あるか。一つの理由にはあるね。うん、あるある、絶対あると思います。そうなんですよね。いや、村長が寂しくないんですね。いや、全然なんか最近ね、いや、本当にやってよかったなって思ってることの中の一つですね。ディスコード。ディスコード。すごい。名誉です、帝国大学ですか。よく知ってるな、すごいな。最近その旧帝大みたいなのを言うのってあんまないかったから、ちょっとすごい逆に新鮮だわ。いやでも旧帝大はやっぱすごいよ。そっかそっか、確かにそうだよね。いやそうそうそう、うん、いやすごいよ、マジですごいと思う、頑張って本当に、うん、そうなんですよ。芋煮会とかね、絶対いっぱいあるから。芋煮会ってなんですか。なんか東北の人なんかバーベキューみたいな感じで芋煮するんですよ。え、あ、そうなんだ。
そうそう。あ、村っぽいかも、それも、もしかして。確かに村だな、それ。なんか、マジでバーベキューのノリで、鍋みたいな作るんですね。芋煮っていう、なんか、里芋みたいな煮込んだ鍋美味しをそう。作る。瓦で作るんですよ。めっちゃ美味しそう。そう。結構、その、本当に、ノリがマジでバーベキューだから、そう、みんな楽しんでやるみたいな。めっちゃいいっす絶ね。対、あるはず。コロナ次第だけど。まあなんでちょっと僕は最終的にはこう村を作りたいなと。なんか、今伺ったお話だと、要素が3つ出てきましたね。誠なん意。か、いろんな、そうそう、いろんな年齢の、とか、の人がいるっていうとこかな。と、年齢かな。多様な人がいるってとこそうですと、あね。と、理由なく助けてくれるってとこと、目的なく集まれる、みたいああ、間違いない。そのな。3うん。つをバランスよく満たす場所ができたら村かもうしれないですんうん。ね。ああ、でもそうなんね。か、そう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 それそれそれ納得してる。それそれ納それ、得してる。さすがっすうん。ね。それそれそれ、いや、そう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 、いや、これすごいな。なんかこの言語化ラジオみたいな話してるの、だんだん いや、丁寧前なも暮ら言し、語化ラジオしてた丁寧からなね。暮らしって何が嫌なのみたいな。うん。すごいな、これ。言語化ラジオにする。言語化ラジオね。うん。ゆる言語化ラジオにするか。やばいな、怒られ そう。やばい、それ怒られめっる。ちゃ怒ダられメ。そう。それはダメ。一文字しか変わってないから。まずいな、さすがにまずいか。いや、そう、そうなんですよ。そう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 。いや、マジでそう。だかうん。ら、なんかそういう、オードリーの若林さんが書いてる、うん。待って、何だっけ、カバーニャ要塞の野良犬と、表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬だったっけな、っすごいな、うん。ていうタイトルのエッセイがあるんですよ。うんうん。ちょっと待ってくださいね。これちょっと正式な名前ちゃんと、ちょっと見てみます。ちゃんと、はい。おすすめ場所に関しては、松島とかめちゃくちゃいいんで、ぜ確ひ、かに。あ、おすす行めか場れてくだ所。さい。松島いいっすね。待って、視聴者5松人いるん島だ。マジで、すごい。どうも、こんにちは。なかったです。仙台の近くに松島っていう日本三大名景というか、そこがあっておすすめです。おすすはめい。です、マジで。若林さんのは、表参道このれセは、レブ犬とカバーニャ要塞の野良犬でした。あ、それ話題になってましたね。これね、マ読んジでないでけど、読んだうん。方がいいです。これマジマでジか。いい本です。僕はね、最後もうバあ、うチ泣きしわ。ました。そバうなチ泣の？きです、これ。これバチ泣泣き。くんだ。これバチ泣きです。もうね、オードリーの若林さんが書いてるっていう前振りも聞いちゃってて、もこんなこと書くんだみたいな感じですね。で、まあなんか、アウトラインをなぞると、要はキューバっていう最後の社会主義国家に行ってみたいっていう話なんですよ。で、行ってみた。行ってあ、みすたごい、よ本当だ。っていう話で。で、そしたらもう考え方がまるで違うと。東京と。って話なんですけど、これにもその家族って話が出てくるんですよね。要はその条件なしにその助けたりとか愛したりとかすることができああ、るでのもはそうかもね。家族だけだったわっていう話が出てきて、なるほど。確か条に、件なしに愛するみたいなとこなん。愛するというか、助けるかな？そうですね、助けるですね。助ける、行為として助けるに近いのかな。助けるというか、なんか、そうですね。いや、だからなんか最近、なんかそう、本当に仕事が忙しすぎて、マジで、なんか自分が、その手の届く範囲の人を、なんか大事にしようみたいなことが全然できてなかったんですよ。あらマジで。なんか、本当になんか仕事上で、なんだろう、仕事の関係、クライアントとか、なんか仕事の関係の人を助けるみたいなことって、
ビジネスじゃないですか。対価が支払われてるから。まあ、そう。ああ、そうね。ってそうはあね。るじゃないですか。そうじゃなくて、いやなんか、で、あ、めっちゃわかるわ。インスタとかでつながってたりする、なんか、で、あとたまになんか、喋ってた人ぐらいの距離感の人とかでも、いやなんか前その人の誕生日パーティー誘われてたんですけど、なんか僕がちょっとアップアップで返信してなかったんですよ、ずっと。で、ずっと既読無視みたいな感じになっちゃってて、で本当に、でもその既読無視ってなんかじわじわ来るじゃないですか。なんか来る、わかるよ。申し訳なわさみかたいな、る。じわじわ来あーみて、たいそうな。そう、うわ来る来る。返したいけどな、もう半年経ってんだわみごたいな。めん。半年はきついな。だけどなんかその人に会いたかったんですよ、ずっと。そうで、なんかそしたらたまたまそっちから連絡が来て、ああ、ありがたいね。今度ここでみたいな、なんかクラフトコーラ作ってたんですけど、クラフトコーめっラちゃいい。売るラフトから、コーラそう、飲み今日て。から売るよって言われて、行くっつって、超忙しかったけど、仕事全部詰めて、日曜明けて、ラフトコーラを飲みに。行ったんですよ。めちゃめちゃ良かったですよ、やっぱ。あって。なんかね、なんだろう。なんか好きな、最近読んだ本の話とか、最近の 僕の恋愛事情の話とか、向こうの恋愛事情の話とか聞いたりとか、あとよくわからん知らんおっさんが横にいて、そのおっさんと仲良くなったりとか、あるある。そういう感じだったんですよ。で、あ、これ忘れてた、うっかりうっかりみたいああ、な、でそう、も、いや、そうでいもう仕感じ、事、これ忘れてた、うっかりうっかりみたいな気持ちになりましたね、めっちゃ。そう、これみたいそうな。ね。なんか目的だけのつながりはめちゃくちゃなんかこう余裕がないなって感じし。あ、そうなんですよね。名前のない関係性が大事です。関係性って言ったらあれだけど、関係が大事ですね。名前のない関係が、名前がつかない関係がすごい大事だなってめっちゃ思うっすね、最近。あ、それはめっちゃあると思う。なんか、たまたま隣にいたとかね。たまたま知り合ったとかね。マジでそう。だから本当に最近はマジで、手の届く範囲の人を上げていくことがしたいいや、ですでね。もめっちゃあるななんのプランもなく話してましたけど、まあそれ結構ちゃんと熱く話しちゃいましたね、なんか。すごい。あとさ、一個ちょっと気になるとこがあって聞いていいですか？いいですよ、一緒に聞いてください。なんか、その村の、その新江場の第三新東京村とかアーケインの村って結構その逃げ場としての村の要素があるのかなって思うんですよ。ある、絶対ある、めちゃくちゃある。そう。だからね、で、なんかその、まあ、よく今でも言われるじゃないですか。高校生の居場所がないとか、サードプレイスが大事とか、そういうのとこう、重なるのかな、どうなんですかね、ああ、みたいいな。や、マ城ジさんの。で、いや、そうだと思いますね。なんか、やっぱちっちゃいコミュニティが、コミュニティってちょっとなんか言うとすごいなんかあれですけど、ちっちゃい人間のグループがいっぱいあった方がいいと思いますね。なんか、自分、例えば一人がいくつかのコミュニティに所属してるみたいなっていうイメージですか？自分一人がそのいくつかに所属してる必要はないとは思うんですけど、その地域にそのちょっと局所的な、ローカルなこうグループが何個もあるみたいな状況が、なんかそれは例えばなんかそのジャイアン、スネ夫、のび太のグループみたいな、なんかそういうのでもいいし、なんかもうちょっと、なんだろう、まあ広いっていうか、そのもうちょっと大きな規模だと、まあ部活とかクラブとか、なんか なんとなく公園に集まってるグループとか、まあ、いね、ろあいろるあよると思うんですけね。ど、そういうのがなんか多分逃げ場になったりとか、あとあるなー、めっちゃある。神、ケミオ。ケミオは、開けみよケう。ミオさんは原宿って言ってましたね、逃げ場は。ああ、なるほどね。そう、原宿のなんかおしゃれな
服売ってるところ、古着屋さんとかにいた子たちが、自分の逃げ場だったみたいなこと書いてたんですね。うちの棺桶も永遠のランウェイで。なんかそういうなんか逃げ場所みたいなのってめちゃくちゃ大事だと思いますね。逃げ場めっちゃいると思う。もう、ああ、私も逃げて、逃げて、逃げてきたから。逃げてきました？めちゃくちゃ逃げてきました。あ、本当に。逃げばかりの人生でしあ、た。マジっすか。いや、偉いっすね。ちゃんと逃げれて。逃げれない確か人いに。ますからね。真正い面や、から向き合っちゃう人いまマすかジ、そうそう。てかさ、逃げられなくて病んだ人、知り合いっていうか近くにいてさ、ら。辛いなと。あ、辛いね、それは本当に。周りで見てても辛い。そうなんだよね。だから、そのアーケインとかで出てくる村とかって、逃げられなかった人も出てくるんですよ。その薬物とか飲んじゃってる人とか、なんか、結構圧政を敷かれてる、政治的にだいぶ不安定な状態の民草みたいな人とか出てくるんですよ、結構。あ、めちゃくちゃリアルだな、これと思って ああ、そうなんだ。そう、これすごいなと思って。なんか前、ツイッターでフィラデルフィアかなの、ああ、あ車のれか。え、ツイッターで回ってきたやつ？車窓からあれ流ね、れてる動ほん画あまるじみゃたないですな。か。そめちゃくちゃ薬物の売人う、が、こう、何メートル置きかにいいるみるみたいたないな動画ね、ね。ヘロインのとか。いや、マジであんな感じなんだなっていうふうに。そう、なんかアーケインの世界でもそういう薬物が出回ってて、で結構現実とかなりこう、もちろん空想のナラティブですけど、現実とリンクしてるところはめちゃめちゃあって、リアルだなみたいな感じだったんですけど、そのな中るほで、ど。そう、救いは村でしたね。救いは村だったなるな。ほど。逃げ場としての村っそうていそううのも、そうそうそ要素う、じゃないけど、なんというか、コンセプトというか、あんのかな。いろんなところに感動できるんですけど、アーケインは。結構僕はそのエコーが作った村っていうところに感動しちゃいましたね。なるほど。そう、と俺がやりたいことやってるぞみたいな。で、なんすかごやっいぱな。逃げ場みたいなものを意識した方がいいかもしれないですね、確かに。なるほど。いやーっていうね、感じですかね。そうね。自分も地方の出身なんですけど、はい。マジ東京来てビビりましたか？みんな冷たいとか距離があるのみたいな。ああ、確かに。ありますよね。めちゃ、なんか逃げ場みたいな話逃げを、場ね。まあ、村の中の、なんか村自体は、例えばその、今、本当にその地域通りの村に暮らしてる人いっぱいいるじゃないですか。いますね。その人たちにとっての村っていうのは別に逃げ場ではない気がするんですよ。まあ、なんか当たり前あ、のこそうとをやっね。てるっていうところはあると思っていて。い、ただ、田舎が嫌で逃げる人いるからね。あ、逆にね。いるいる。だから、なんか東京から、まだ東京で消耗してるの？みたいな文脈で、こう、地方に行く人は、ちょっともしかしたら逃げ場みたいな感なるじほで、ど、なるほど。そうかもね。考えてる可能性はありますけど、そう。だけど、なんか、まあ、ちょっとだから、その地域通りの村とはやっぱ違うのかなっていう気がしてきました。なんかその村って名前で呼んでましたけど、その逃げ場性みたいなのめちゃくちゃ大事かなと思ってて、確かになんか最近、そのさっき言ったディスコードサーバーとかで、なんか雑談っていうチャンネルをもともと作ってたんですよね。だけど、その雑談っていうチャンネルじゃなくて、もう一個すんげえ下の方にツイッターっていうチャンネル作ったんですよ。いいなぁ、したら、垂れ流しね。で、僕はなんか愚痴とかつぶやいてたんですよ。そしたらみんなもう愚痴しか出なくなってあら、そう、闇の雑談チャンネルみたいなのが爆誕しあ、までして。も、結構でもあるらしいですね。ツイッターに、そう、ツイ、本当のツイッターにはツイッターしなくて、その、クプロローフィズドール。なコミュニティの中でツイートするみたいな。いや、なんかそれはあるんだなと思って。みんなそう、もなんこかう、ね、吐き出したツい。イッターになるとね、そう。みんな見ちゃうから。あるんだなって感じでしたね。そうだね。いや、まあでもそう。なんか逆に、こう、中田さんはどう逃げてきたんですか？
そもそも転校がめちゃくちゃ多かったのと、はいはいはい。まあ、小学校の時とか周りに馴染めなかったので、こう塾に救われてました。ああ、塾が逃げ場だった。塾とか、あとは、なんだろう、中学校の時とかは本当、ハンゲームとか、ハンビゲーム。ビリとか、めっちゃ懐かしいでしょ。ハンゲーム夏 そう。ハンゲーム懐とかしすぎでしょ。か、そうそう、インターネット、ニコニコ動画とか、はいはいそう、インターネットで助けられてきましたね。はいはい。ああ、なるほどね。あるな、それは。やっぱそのなんかオンラインゲームとかってかなり逃げ場になりがちあ、でだすよよね、最ね。近。なるなる。なんかその、オンラインで、なんかみんなで集まるゲームとか、メイプルストーリーとか当時もあっ夏たんですけど。テイルズとかあったな。は、そうそう。私はやってなかったですけど、まあ、それが逃げ場になったって人は、いたことはありますやっぱそうなんですね。今もそう、結ね。局俺も今もそうですね。なんか、ディスコードサーバーはゲームでできてるコミュニティだから、ゲームがなかったらあのコミュニティはできてないんで、いやー、面白いなーって思いますね。なんか、すごい僕も中学、高校ぐらいの時に、まあ、親に隠れて ずっとおっさんとゲームしてたんですよ。ああ、いいね、そう。で、当時は、あれです、スカイプだったんですけど、スカイプやってた。そう、スカイプで、なんか、アーマードコアっていうゲームがあったんですけど、それをずっとやってて、で、今僕のサーバー、僕が運営してるサーバーに、逆に中学生とか高校生がいるんですよ、普通に。おー、おで、しおろかしさいんなはおと。じさん枠そで。う、おじさん枠なんですよ、僕も。圧倒的な。なんなら最年長レベルなんですよね、今。で、いや、逆だなと思って。当時の彼はこんな感覚だったんかなーってしみじみ思確かいますに。ね、めっちゃ。メタバースとかが言ってるのもそういう話なんですかね。まあ微妙にすり合わせていかないと怖いなとは思いますけど、メタバース界メタバースってあれなんでみんな隈。いや、わかんない。いや、なんなんかみんか、な食いつきすぎじゃないとは思うけど。一個思うことがあって、なんかメタバースが実現したいことの多くが、僕の感覚だと僕のディスコードでも実現できちゃってるんですよ、今。なるほどね。もちろんその視覚的情報とかがないみたいな話とかあるんですけど、いや、なんか極論で言うと、例えばそのゲームあるじゃないですか。そのゲームのあ、ご中めんなさで、い。ゲームの中で、誰かとインタラクションするってことは全然あって、例えばなんかちょっと、なんだろう、エモート出したりとか、なんか武器構えてちょけたりとか、なんかそういう身体性みたいなのはもうすでにある。で、同じマップの中で動けるし、なんかある意味、その部分的にはもうゲームの中で実現できてるなっていうふうに思ってて、で、なんかすごいいいなって思うのが、ずっとそのアバターみたいなので動かして、まあ、VR チャットとかありましたけど、ああいう感じじゃなくて、そのポイントはゲームの中だし、ポイントでは音声だけだったりとか、まあ、ディスコードなんでするっていう感じがなんかいい、良かったんですね、僕にとっては。ずっとこれが音声だけとか、ずっとゲームだけってなるとしんどいんで、それ行き来できる感じが良かったんですよね、割と。で、現実世界にとってもそうじゃないですか。これずっと現実世界で生きてくださいって言って、今結構しんどいんですけど、それがたまにディスコード入ってゲームしてみたいな感じになれる。そこがなんかメタバースって言われてるものは、なんかずっとここにいろって言われてる感じがあって、なんかなるほどね。本当にそうかなって思っちゃうことがありますね。なるほど。そう、行き来が要素として大事なんだ。そう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 、レイヤーみたいなものをこう自由に行き来できることが大事なんじゃないかなって思いますね。メタバース
ースでやろうとしてること、メタバースじゃなくてもできる説はまあありますよね。まあ、メタバースあんまり僕も詳しくないから、なんかメタバース警察に怒られそうなんで。そうなんですよ、私も全然知らない、ちょっとしか記事読んでないので分かってないので、 VR チャットはやってみたいなとは思ってますけど、まあ、VR チャット僕やったことあるんですけど、普通に楽しかったです。はい、めちゃめちゃ楽しかったです。うん、ただいいな、めんどい、うん、あー、そうなんだ。めんどい、やっぱヘッドマウントディスプレイめんどいんですよね、うん。そうなんだ。いや、めちゃくちゃこれ下ネタ言っても大丈夫でチャンネルですか？あ、いいんですよ、いいですよ。なんですか、なんですか。そう。VR の AV が、はい、を体験した人のラジオ聞いたんですけど、はいはいはい、なんかその、すごいこう、最初10分ぐらいお準備に時間がかかって、はいはいはい、その気持ちとのギャップがあるというようなことを。なるほどね、流行る気持ちとのギャップ。そう確かにって言ってて、ああなるほどと思ったっていう、そんだけなんですけどね。だから VR の AV はすごい産業としてはめちゃめちゃなんか発達してますよね、かなり。そう、でもまだあれって言ってました、あの最近行った人の話聞くとまだタイトルが少ないって言ってました。ああそうなんですね。うん、なるほど。結構そのAV の思考って多様化じゃないですか。人によって違うから、そう、それをね、カバーできるだけのタイトルがまだないのかな、と思いました。ああ、確かにね。まあでもそうですよね。なかなかやっぱ王道しか出てこないみたいなのあるんですよね、多分ね。そう、多分ね。うん。そう。そう。なので、でも、可能性めっちゃありそうだな、とは思います。あれはメタバースなのか分かんないけど。確かに。まあ、VR ですね。どっちかって言ったら。なんか VR で。そうですよね。360度映像みたいな感じですかね。うん、あ、そう。正確に言ったら、あれですかね。あの、視差がある。右目と左目両方がある360度。うん。あ、そうなんだ。うんうん。メタバースだともうちょっと出会いとかも入ってくるのかな。あ、てか多分その VR の AV とメタバースって言われてるものの、まあ、そのメタバースもちょっと微妙に違うかもしれないですけど、うん、メタバースを実装するにあたって必要な要素技術としては、あー、うん、VR の AV って視点が固定なんですよ、基本的に多分。いや、そうらしい。だから全然動けないって言ってた。だから多分その行為主体感みたいなのはメタバースを大事にしてるんで、うんうん、あー、なるほど。そう、自分が動かしてる、自分がそのか頭をグリッてやったらちゃんと視点が動くみたいなことが、うん、うんうん、まあ視点はもちろん VR でもの AV でも動くんですけど、まあその、うんうん、現実世界を撮影してるので、どうやってもやっぱりその、うん、カメラのレンズを置く位置が、うん、あの左右の目が固定になっちゃうんですよね。だから立体感みたいなのが厳密には再現できないんですけど、うん、全部 3D 空間だったらその左右の目のカメラの位置は左右の目に応じて変えられるので、そこは、うんうん、多分その、なるほど、そう、ちゃんと自由度があって、うん、その辺は結構微妙に効いてくる違いなのかなって感じしますけど、うん、なるほど。いや、結構違いそうじゃない、なんか、うん、かなり違う。 AV 見てて全く動けないっていうのと、うん、動けるのは全然違う気がする。そうですね、確かに。え、何の話？いや、すいません。VR AV の話したすぎてちょっとあのそっちに寄っちゃったんですけど、なるほどちょっと村の話して締めますかね。村の話、いや、まあでも、まあ今日やっぱ一つ、また一つ分かりを得てしまいましたね。分かりな、どんな分かりですか？分かりっていうか、まあ気づきは、うん、とりあえず中田さんによる気づきはやっぱ逃げ場性みたいなのが大事かもしれない、うん、なるほど。ことです。うんうんうん、逃げ場が村化しやすいってことなのかもしれない。ああ、うんうん。で、その村っていうものの要素にはさっきまとめてくださった3つの要素が、ね、多様性と、うん、理由なく助けるっていうとこと、目的なく集まれるかな。まあ、あとなんか、名前のつかない関係みたいな話も出てきました。そうですね。
ぱだから目的のなさみたいなのが大事かもしれないですね。うん、逃げ場性と目的のなさが大事かもしれない。逃げ場性、目的のなさ、多様性の3つでまとめられるかもしれない、ね、うんうん、もしかしたら。なるほどなるほど、気づいてしまった。いやもう分かり、完全に理解しましたね、これは。完全に理解した、完全に理解しました、完全に理解したね。今日も分かってしまいましたね。よし、分かりチャンネルとして、分かりを得るチャンネルとして、分かりを得るチャンネル、怪しいな、うん、まずい、どんどんまずい。なんかふざけた話したいとか言ってるのにクソ真面目な話しちゃったな。まあいいや、確かに。ちょっと私ちょっとそれでちょっとなんか真面目続いちゃうんですけど、はい、私考えたいのがこうマウンティングを考えたいんですよ。いやもうまずいって。ちゃんとしちゃってるって。そっか、それちゃんとしちゃってる。ちょっともうちょっとふざけたテーマちょっと考えていきます。そうですね、ちょっと VR AV はでもマジで興味あるんで、ワンチャンあるから喋れる。そうだね、ちょっと考えます。はい。じゃあまあとりあえずこんなところですかね。はい、はい、さよなら。第5回はお城と中田でした。さよなら。さよなら。